非協力的な者は不安分子とみなして連行する。おとなしくしろ石突きども。くそ、また誰か密告しやがったのか。そこのお前、反抗的態度は予備罪が適用される。俺は何も。やめろ。石突きの分際で鋭閣下の命令に立てつく気か。何者だ。炎の剣を使うには村人たちが近すぎる。だがこの敵の数なら。ジルファ、お前ローか。何をしてるの。戦うんじゃなかったの。生きていたんだな。今さら何の用だ。シスロディアは不穏分子の存在を認めない。ロー、お前たちを拘束する。ジルファ、どうしたんだ。ジルファ来るわよ。あ、来るなら来い。吹っ飛べ。水、私なら落とせるわ。魔を詰めるぞ。交戦開始。交戦。火の連打くらえ。完璧だ。魔を吐いた。あ、危ない。危ない。終わりだ。交戦くらえな。ジャック、交戦だ。炎よ、交戦。巻き込め。どうだ。あ、行け。交戦。くらえ。交戦。鉄の力で。交戦。くらえな。くらえ。あ、止まるな。くらえ。終わりだ。負けるんで。ホータ倒れろ。うわ、どうくらえ。あっちとめしたホータ。え、待て、終わりよ。カホーの力で。ジルファ、捕まるつもりか。望み通りにしてやるよ。そういうわけにはいかない。ホータ、マグナレイ。くらえ。あっちとめ、あっちとめ、あっちとめ、当然完了。マグナレイ。どうしたんだジルファ、なぜ戦わない。あの兵隊知っているのか。手を出すな。何を言って。頼む。償いのつもりかよ。いつもそうやって全部分かったような顔して。ジルファ、手を出すな。だけど。せがれなんだ。今頃思い出したのかよ。避けやがって。見たくもねえその面を吹き飛ばしてやる。くたばれ。リーベル、今のは。ロウ、気をつけろ。奴らは武装しているぞ。敵の援軍だわ。炎の剣を使いなさい。無理だ、村の人たちを巻き込んでしまう。一旦引こう。なあ、もう。ジルファ、お前たちだけで行け。だが、あいつを残してはいけない。アルフェ、早くなさい。俺たちの戦いはどうするんだ。みんなあんたを当てにして。すまん。
あれからだいぶ経つのに誰も来ない。ジルファだけでなく敵の追ってもね。これからどうするつもり？決まってる。ジルファを助け出さないと。もし捕まったのなら主婦シスロデンに連行されたはずだよ。生きていればだけど。まさかジルファに息子がいたなんて。紅のカラスのみんなは知ってたんだろうか。どうしてあの村にいたんだろう。あんな偶然あるのかな。あなたが見せたあの力、あれは精霊術よね。シオン、何をするんだ。精霊術を使えるダナ人なんて聞いたことがない。実はレナ人なの。違うでしょうね。レナ人なら精霊術を使うときに目が光る。あなたが術を使ったとき、確かに光ってはいなかった。あなたは光り目じゃない。すまない。あれは確かに精霊術だよ。レナがやってるのと同じ。私の一族は昔魔法使いって呼ばれていたんだって。ダナの魔法使い？そんなもの今まで噂ですら聞いたことないわ。この目で見た以上信じざるを得ないけど。それは多分私たちがレナが攻めてくるよりずっと前から隠れて暮らしてきたからだと思う。レナが来る前から？うん、迫害されたり狙われたり大変だったみたい。同じダナでもか。ずっとずっと隠れて生きてきたんだ。抵抗組織の人にも秘密にしてた。絶対に誰にも知られちゃいけないって。そう、父さんにも母さんにも言われてたから。だがそれならどうして使ったんだ？わからない。あの人が死んじゃうってそう思って気がついたら。ダナの精霊術、レナにとって脅威なのは間違いないわ。おい、だから何わざわざスルドに知らせるとでも。今の私は同族にあだなすものなのよ。むしろそんな力を持ちながら使わずに隠れていたことが私には理解できない。それで守れた仲間だっていたでしょうに。何にも知らないで勝手なこと言わないで。よせって、ジルファにも言われただろ。私はこの国のスルドを倒せればそれでいい。彼女の仲間の目的だって同じはず。なら力を貸すのが道理じゃないの？それは俺たちの都合だ。それにまずはジルファだ。このままにしておけない。いいよ。え？あの人を助けるんでしょ？私そのために使うよ。あの人に死んでほしくない。いいのか？あの村に戻ろう。どうなったのかを確かめる。どうしたの？いや、ずいぶん暗いなと思って。当然でしょ、まだ夜が明けてないもの。そこがおかしいんだ。俺たちがシスロリアに来たから結構経つ。いくらなんでももう日が昇っていいはずだ。あ、そうか、カラグリアは違ったもんね。当たり前すぎて忘れてた。あのね、シスロディアには夜しかないの。え？
昔からそう。朝が来ても決して明るくはならない。夜が明けない？それはレナの仕業なのか？なんだってそんなことに。もちろんレナのせいだよ。でも多分説明するよりシスロデンに行った方が納得してもらえると思う。わかった。だが今はジルファのことが先だ。大丈夫かな？ローって人が息子なら手荒なことはしないよね。そう思いたいが、とても仲が良さそうには見えなかったからな。それにダナ人が蛇の目になれるものなのか。密告に役立つからなれるよ。ダナにもレナにも疎まれるけどね。ジルファの息子がどうしてレナの手先に。万物継承の源は6つの聖髄によりて例外なし。されど我ら闇をかき、彼ら光をかく、すなわち全きを縁とする。何をつぶやいているんだ？魔法の詠唱の練習。詠唱？じゃあ今の魔法の呪文なのか？そうじゃないけど、いざって時に素早く正確に発音する必要があるから口を慣らしてるんだ。なるべく使わないようにしてたし。一族でずっと人の目を避けてきたんだったな。リンウェル以外の魔法使いの人たちはどうしているんだ？悪かった、聞かれたくないことだったのか。ごめん。
あのさ、私の魔法のことだけど。あまり大っぴらにしてほしくないんだな。うん、ごめん。あの村で使っておいて今さらという気もするけど。よせシオン。あの人が、え、シルファが死ぬのが嫌だった。だから、ああ、リンウェルが助けてくれなかったら危なかった。ありがとうな。うん、トロロ。あの子、さっきから動かないけど大丈夫なの？本当だ、どうしたんだろう。来い来い、ほら。しまった。何？どうしたの？すまないリンウェル、フルルがいなくなった。驚かせるつもりはなかったんだが。フルル？フルルならそこにいるよ。どこに？雪しか見えないぞ。ダナフクロウは警戒すると気配を消すから、他人が一緒にいることになれないのかも。そうだったのか、下手に構っちゃいけなかったんだな。フルルは私以外には懐かないから。おいでフルル。フル！こんな近くに。多少はアルフェンのことが気になってるみたい。一緒に旅をしてるってことくらいは分かってるんだと思う。名前を呼んだら返事をするくらいにはなるかもね。そうか。弱っているわけじゃなかったのね。ああ、よかった。
手の舞い。なぎ払う。見ないよ。足を止めないで倒せるかな。は俺が。さあ行くぞ。敵の精霊術でも栄翔がある類のやつは遠くから仕掛けてくる上に威力もあって厄介だな。私邪魔できると思うよ。邪魔？栄翔している時って心が無防備になるんだけど、その隙に集まった力を横取りする技があるんだ。横取りってどうするんだ？それで自分で好きな時に使えるように取っておける。横取りした力を解放するだけだから、その一回きりだけどね。あとそれをされると集中できなくなるから、相手はしばらく詠唱できなくなるはずだよ。相手の術を奪える上にしばらく使えなくする。リンウェルの魔法はそんなことまでできるのか。一族秘伝の奥義だからって学ばされたんだ。この先詠唱する強敵に出くわしたらリンウェルの力が鍵になりそうだな。うん、難しいけど頑張るよ。リンウェルの魔法って毎回呪文を唱えないといけないのか？うん、呪文自体に何か力があるわけじゃないけど、詠唱することで精霊力を練り上げていくんだ。時間はかかるけど、その分強い力を呼び起こすことができるから。唱えている最中を邪魔されたらどうなるんだ？それはやり直しになっちゃう。集中が途切れると集めた力も散っちゃうから。そうか。じゃあリンウェルが唱え始めたら敵に邪魔させないようにしないといけないんだな。うん、お願い。あ、でも一つ奥の手があるよ。私詠唱が終わってもね、一つだけなら発動しないまま魔法を手元に置いておけるんだ。それって使うときはいきなり使えるってことか。すごいな。うん、まだうまく使いこなせないけど、きっと役に立つと思うから。静かね。それらしき人影も見えない。もう連れてかれてしまったのか。ねえ、村の人に話を聞くなら隠れてても意味ないよ。
それにどうせ誰かしらが密告すると思う。おい、シオン。その子の言うことはもっともだわ。どうせ私たちのことは知られているんだから、こそこそするのは無意味よ。まだ敵がいるかもしれないぞ。だったら小屋まで追ってきたはずよ。ここにもう敵はいないわ。さっさと住民に話を聞くわよ。いつもあんな調子なの？よく一緒にいられるね。まったくだ。村の人に話を聞いてみようよ。なあ、おい、メザイ224。変わった名前だな。メザイっていうのは小さい村を示す符号みたいなものだよ。地名じゃないのか。じゃあ224は。うん、管理のためのただの通し番号。地名すら管理されてるっていうのか。よし、話を聞いてみよう。フルル、お友達見つけたね。Mm-hmm.
なあ。うん？よし。な。いいぞ。ズーグルで酒を作るなんて意外とたくましいんだな。少なくとも占領されてからの話ってことだもんね。蛇の目に睨まれたりしなかったんだろうか。むしろお酒で機嫌を取ったりしてたのかもね。ああ、あんたたち執行隊が連れてった人の仲間だろ。出てってくれ。巻き込まれるのはごめんだ。すぐ出ていくから質問に答えなさい。その執行隊はどこに向かったの？シスロだ、主婦だ、そう言ってた。やっぱり。しかし、なんでこんなことに。ここしばらくこの村で騒ぎなど起きたことなかったのに。これ以上は時間の無駄のようね。お仲間を取り戻したいなら急ぐことだ。シスロ殿に連れて行かれて戻ってきたやつはいないんだ。おい、やめとけ。せっかく助かったのに。構うもんか。密告したけりゃすればいい。シスロ殿は収容所なのか。主婦なんだろ。主婦だとも。だが同じことだ。移動を禁じられてる俺たちにとってはな。俺の親も兄弟も蛇の目に連れて行かれてそれきりだ。きっともう生きちゃいない。行けよ。それで一人でも多くの蛇の目を殺してくれ。行こう、シスロ殿へ。困っている人はいないか？何にでも首を突っ込まないで。
あ？なあ。よし。おう。これでどうだ？おう。あ？やれやれ。聞いていた通りの反応ね。ああ。ずっと他人を疑い続けるとあんな風になってしまうのか。まるで厳しい寒さが住む人の心までいてつかせているみたいだわ。ここの人たちにとって蛇の目というのは本当に恐ろしい存在なんだな。スルド・ガナベルトの手先として実質この国を支配している奴らだからね。目をつけられたら最後。そしてジルファはシスロデンか。途中で追いつけるといいが。私はもともとみんなをシスロデンに連れて行くつもりだったわけだけど、一つ忠告。忠告？シスロデンへはこの先にある森を通るんだけど、すごく危険な場所なの。ズーグルか？うん、狼のね。ひときわ大きいのが群れを率いてる。私も雪道に襲われて、それで仲間とはぐれたんだ。わかった。気をつけよう。危険な森に挑むんだ。準備はしっかり整えておこう。リンウェル、怪我をしたらシオンに言うんだぞ。他人ばかり見てられないわよ。はあ、できたわ。食べなさい。シオン、少しいいか。休もうとしてたのに何か用？いや、用というほどのことじゃないんだが。ならもう横にならせてもらうけど。少し話すくらいのことがそんなに面倒か。逆に聞くけど、あなたはなんでそうすべきだと思うの？なんでって、普段から話してないといざって時に困るかもしれないし。いざって時って？急に具合が悪くなった時とか。治癒術を使えば済むじゃない。シオンはそれでよくても、頼みたいやつは言い出しにくいかもしれないだろう。
必要ならそう言えばいいだけだわ。私が意地悪して断るとでも思ってるの？そういうことを言ってるんじゃない。じゃあ何なの？回りくどい言い方はやめて。俺が言いたいのは、つまり一緒に行動するならいがみ合ったままよりそうでない方がいいに決まってるってことなんだ。よくわからないわ、でもあなたがそういうことを気にしているというのは分かった。あなたに余計な負荷をかけたいと思っているわけでもないし、だからできる範囲でもう少し話す機会を設ける。これでいい？ああ十分だ。なら今日はもう休ませてもらうから、おやすみなさい。少しは分かってもらえたのか。そろそろ休みましょう。それでいつまでこうしてるつもりなの？ずいぶん悠長に構えてるように見えるけど。別に悠長になんて構えていない。そう？ならいいけど、またすべきことを忘れたのかと心配になったわ。言われなくても分かってる。アルフェン、こっちは準備できてるよ。ああ、分かった。寝る前も話し込んでたよね。あの光目と何話してるの？特別なことは何も。ただ話せば少しは打ち解けられるかと思って。なんで？レナだよ。協力し合ってるのは知ってるけど、仲良くする必要なんてないじゃない。この先も当分一緒に行動するんだ。ずっといがみ合ったままじゃまずいだろ。それにどっちかが命令するだけじゃ俺たちがされてきたのと同じだ。できることならお互いのことをちゃんと分かった上で対等に協力したい。だからって、大体向こうもそんな気はなさそうだけど。ジルファがいなくなった途端、このざまか。こんなギスギスしてたんじゃ勝てるものも勝てないけど、どうすればいいんだ。とにかくもう少し話を重ねてみるしかないか。先を急ぐわよ。
いたよ、頼まれてたやつが。容赦しないわよ。どこだとすると道のりにかられてないから。マグナレイバッタイプだ。アニサマだ。私早手のライン。どこだ、ストライク打ち砕だ。温存決めてやる。マグナレイの精霊に道のりにかられ。やっと打ち込め、終わりだ。打ち砕だ。決めて、ドッキング、精霊力をアタック、コム例の相手みたいね。容赦しないわよ。この元に、はあ、どういうこと、くらえ、消えてやる、燃えろ。よし、ジまだ終わらないよ。マグナレイナグナレイ今だよ。くらえ、リムル精霊力をアタック、コム。言われてたのは、あい突破するぞ、魔人剣流水の手振り、毒だ、巻き込め、上げろ、毒だ、積み台を取り込む、早手の前に飛ぶ相手は任せて、続けて受けろ、くらえ、どういうと、くらえ、はったないわ、次毒だ、はっ、よし、これくらい倒せば少しは安全に通れるようになっただろう。やあ、じゃあな。なるほど。
ここが例の狼がいるという森か。ジルファたちの気配はなさそうだな。うまくやり過ごして森を抜けたか、それともすでに襲われたか、どちらかね。嫌なことを言う。事実を言っただけよ。急ぐんでしょ。大丈夫だよ、ウルル。